では、メギの加工の方していきます。まず、のみを立てます。今回、ほざ穴も開けていきたいと思います。今、のみを立て終わりました。先に、ホザ穴、ここまず、開けて、まあ、ドリルでインパクトですね。切りに一回穴を開けて、それから丸のこを入れてということをやっていきます。この深さは50ですね。ギリギリ。あ、ダメか。惜しいですね。こういう角の最後のっていうのはどうしても入りにくいので、まあ、入らなかったら諦めるしかないです。あとはここ、もう一回いきます。ここですね。これ、今、飛んでるの。このピッて飲んでるところ。これ、今、飲みがを、飲みを立てると言ってコツンと入れてるから、これ以上これがめくれずに済んでるんですよね。これを入れないでやってると、これがもっとペロッと、いってることがあります。これをパンとめくめるのを防ぐために、のみを立てているという感じです。次は丸のこを入れます。まず深さを50にセットします。この線です。で、まずこの線はここまで入れちゃいます。はい。で、このアリの斜めの線ですね、を入れます。で次は丸のこの深さを15ミリにセットします。この深さに合わせます。そしてここを入れていくので、材料反対に回して、ここだと丸のこかからないので、こういう時はこっち側に反対側にかけて、こういう感じですね。こういう形で入れていきます。でこの時こっち側に行きやすいので、重心をなるべくこの辺に、こっち側のこの辺に中心をかけるイメージでいくと、転びにくいと思います。で次、こっち側のこの角も入れます。あと、中を細かく入れていきます。まずこの切り積みを切りたいと思います。切り積みを切るので、丸のこの刃を半分よりちょっと痛いぐらいに合わせます。で反対に回してもう一回切る。はい。で次ですね、この線、この線も角なのでこうやって入れれるんですよ。なので今回ちょっと入れたいと思います。もう一回15ミリに、ここ、もう一回丸のこの刃を15ミリに、この深さですね、にセットして、ここを入れていきます。はい。この、ここまで入れます。で、ここまで取ったら、あとのみでまた取っていきます。まず一回粗く取っちゃいます。
いつも残ってしまうこの角の部分を、こういう感じで取ります。大体取ったら、今度また。近づけていく、隅に近づけていく感じで折っていきます。で、深さ、ここの奥行きですね、を確認しながら、あと出っ張ってるとかないかとか、あとこっち側の深さもですね、こっち側が50なので、50に。なるように掘っていきます。あと触ってみて出てるとこがないのかっていうのも、確認してみてください。はい。で、今また後最後でチェックしますが、まあ、ここが掘れましたと。で、あとこのアリのところを掘っていきます。それまず補造ですね。ちょっとやっぱやりにくいの でまず繊維方向を切るというのが基本なので、この隅から 1,2 ミリ内側のところで叩きます。で、こっちが丸のコ一回入ってるんですけど、線の1ミリぐらい内側を、荒掘りをしていきます。あと、もしもインパクトを追加で入れれそうなところがあれば入れてください。こういう感じですね。だいたいこのここが今50で決まっているので、それに近づけるように掘っていきます。ここその狭いので、こういうふうに本当はここをこういうふうにこういうふうに叩いて置きたい入れたいんですけど、斜めに入りきらないんですよね、狭くて。なのでここも、平ほどの90だとこう斜めに入れてポンって取れたんですけど、でここが狭いのでなかなかそういうふうにこっち側の方向って入りにくいです。なので後半の方は細かく砕いていくという感じですね。こっちだと見えるのかな、こういうふうに。で、大体荒掘りができたので、今度積みのラインに合わせて仕上げていきます。まだまだ荒掘りなんですけど、このアリの斜めのところを取ります。で、これも墨よりちょっと内2ミリ内側でこう斜めに
行くようにしてください。こうですね、こういうふうにこうまっすぐ入れようとしちゃうとどうしてもあの内側にこうやって入っていったりしますので、一回こう極端に言うとこういうぐらいの角度で斜めに行って落としていくと、でそれをだんだん角度を戻していくというか、こう斜めにいったものをだん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 こう掘っていってだんだん起こしていくっていうような感じで掘った方がミスが少ないと思います。あとこれですね、これまだ引っ張ってなかったのでこの延長の線も下に引いてください。はい、でこれもこの斜めの線からちょっと1ミリぐらい内側でこういうふうに1回入れます。あとその線状のところも軽くコツンと入れてあげてください。はい、で今まだまだ斜めなんですけど、これを徐々にこしていきます。あとこうやって見るとここ段差ありますよね。なのでここがまだ高いということなので、これを落としていきます。これまず繊維方向を切ってあげるのが先です。こっち方向からもしも取れるようだったらこういうふうに入れてください。この時にどうしてもあのこうやって押していくと伸びて中に入っていってしまうので、深く掘りすぎないように注意しながら、掘っていってください。今でちょうど50ですね。油断すると深くなりすぎるんですよ。今だいたい荒掘りができたかなという感じなので、細かく確認しながら仕上げていきます。例えばこういうふうにやった時にここがまだ高いなとかですね、あと墨の残しがないかとか、こっちはだいたいですね、この辺ですね。ある意味この半ほぞがあるおかげでここって仕事がしやすいですよね。これが全くない状態だとすごいやりにくいんですが、半ほぞで先に穴開けとくと蟻の、この斜めのところのゴミっていうのも取りやすいですし、こういうふうにのみが角まで入るので、ほぞがある方が仕事がしやすいですね。細かく確認して、問題がないかですね、取り残しがないか
深さは問題ないか。を確認してください。こんな感じでしっかり確認していただいて OK ですね。はい、これで幹の方が完成です。ここは保存付きですね。次に荻の加工をします。はい、では荻の加工をしていきます。荻の方はまず先にこの切り墨ですね、アリの頭を切っていきます。アリの頭は、切り墨なので、あ、全部切るのでこういう風に半分よりちょっと下げるぐらいまで、切り込みなのでの、墨を払うように、墨を残さない、はい、墨を残さない切り方です。で、次深さを50にします。下から50ですね。この胴付けを先に入れます。でこれを切るときはゆっくり確実にですね、で次、この切り墨のところをこのように段差をわざと残るようにノコを入れていきます。するとこれがガイドになるので基準で分かりやすいので残してあげます。そしてここもいっぱい丸ノコ入れます。はい、するとこの残りの部分っていうのはこんな感じで簡単に取れます。ここの部分、この残った部分を一回きれいに平らにしたいと思います。まずここのみを軽く叩いて、この面ですね、ちょっと前回やったあり、腰掛けあり掛けとはちょっと順番変えてあるんですけど、まあ、こっちの方がより分かりやすいかなと思ったので、で取っておきます。でこれやるというのは、これ先にここの部分取っちゃうとここの50の基準が分かんなくなるんですよね。まあ、なので、この状態で一回ここ平らにして、それから取ってあげると、基準が分かりやすいかなということで、まあ、やりやすい方でいいと思います。まあ、今回わざとこういう風に試しにやってみて、まあ、皆さんのやりやすい方向とかでやられるのもいいのかなと。で取ってここがガタガタしないか確認します。今は中が高いんですよね、ガタガタする。奥の方はだいたいいいんですが、この手前の方、ここはちょっとガタガタします。この辺が高いよという感じなので、
の方々するとポイントなんで、そこをのみで取っておきます。はい、これでガタガタしなくなったので、OK ですね。はい、でじゃあ次ここを取ります。こっちから丸のこを、ここに合わせます。このアリのこの芯ですね、芯の隅に丸のこの刃の深さを合わせます。そして、これもまず先にこっち側ですね。段差をつけてあげるのを一回入れて、それからこの胴突きですね、を切ります。で、ここも少しノコを入れます。はい。で、次にこの斜めのところを入れます。また回して、この丸のこの深さを この場所、このアリの斜めの根元のところですねに合わせます。だいたい丸のこのセンターですね、センターが一番ピークのはずなので、そこで合わせるようにしてください。でこれを入れます。で最後のこの斜めの線ですねを切ります。でこれは、まあ、丸のこ、まあ、前回まで下げちゃってもいいです。これも斜めの線、補助線で引きましょう。このようにですね、この線を下まで引いてあげてください。こうですね。それから丸のこ入れていきます。ここですね。縦引きを使ってここを切ります。このラインに。この時に丸のこをこのな、丸のこの切った側面にこういうふうに合わせるように、こうですね。この側面に、切った面にこういうふうに沿わせるようにやると、楽に切れます。はい。残った取り残しの部分をのみで取っていきます。で、こういう時も、このままバンってやっちゃうとここがめくれるので、こういう時も、両方から必ずやるようにしてください。このままこっち方向だけでガンってやると、ここが絶対バッと期待通りの場所を必要以上に取れてしまったりするので気をつけてください。こういうところも、出っ張ってるところがないか確認してください。
で、全部確認して、問題なければ、ちょっとここがガタガタするんですね。ここ。ちょっとだけここが高い感じがします。ここが、ちょっとわずかにガタガタするということです。あの、丸ノコの刃がどうしても、ちょっとブレてしまったという感じだと思います。そういうところを取ってあげます。でこれ面を取るのは、この面、あ、見づらいかな、こことこことここですね、こことこことこの斜め、あとここここというふうに取っていきます。目を取った状態はこういう感じになります。こことこことここ、あとこことここが取ってます。ここがピークで0ですね。ここも0。0でここから斜めに、こういうふうに、ここも斜めに取っていくという感じです。はい。これで帯の方も完成です。はい。では組み立てていきたいと思います。こんな感じですね。組み立てるとこのようになります。ここのが、L になって、ここが半細いになってるっていうことですね。ポイントとしてはここのアリですね。アリの頭が、確実に短くしてあること、長いとここの保存に当たって、全体に伸びてしまいますっていうのと、あとは深さですね。深さが揃っているっていうところ、あと下歯のこのちょっとここ角めくれてるので分かりにくいですが、ここの胴突きがこういうふうにちゃんとついているということが重要なポイントになります。腰掛け肩ありの方を、やってみました。以上が、腰掛け肩あり掛けの、解説になります。で他にも L で接続するものだと、襟輪付きコネ細差しとかそういったものもあります。で、まあ、ただ一般的に使うというと今この肩ありがほとんどだと思いますので、まずはここを押さえていただければと思います。今この四口継ぎ手シリーズだと、まあ、継ぎ手のありと、四口のありかけ、この肩ありかけの方をやりました。で、まあ、これだけできれば最低限の小さな小屋だったりとか、あと、まあ、ウッドデッキとかもそれがあればできるかなというふうに思います。で一旦他の細かい四口とか、細かいというか他の追っかけとかそういった継ぎ手四口の方は一旦保留にしておいて、今度は実際に小さな小屋を作るというステップにちょっと移行していきたいなというふうに思っています。はい。では、ありがとうございました。